本日はですね、はい、この J パークですね、大強度陽子加速器施設、はい、ね、これについて、説明しようと思ってます、はい、ね、これがあの、ね、上から見た絵ですね、はいはい、これはあの結句 の, あの、ね、小関さんですね、この方のホームページですね、はいはいはい、J パークですね、はい、ジャパンプロトン、はい、アクセルレーターリサーチコンプレックスね、はい、これはあの素粒子物理、宇宙核物理、はい、物質化学、はい、生命科学、原子力など幅広い分野の最先端研究を行うための陽子加速器群と、はい、実験施設群の呼称ですと、はい、世界に開かれた多目的利用施設である J パークの最大の特徴は世界最高クラスの陽子1メガワットビームで生成する中性子ミューオン、はい、系中間子ニュートリノなど多彩な二次粒子ビーム利用にあります、はい、高エネルギー加速器あの研究機構ですね、はい、ケックと日本原子力研究開発機構 JAEA が共同で建設しました、はい、2008年12月から供用が開始されています、はい、で場所は東海村の原子力科学研究所の中にあります。で、あの3つのですね、加速する場所がありますね。上電導、超電導のあの線形加速器でね、リニアクですね。はい。これは全長が450メートルで、400メガエレクトロンボルトですね。ここまで加速します。で、もう一つがそのまた中間にある3ギガエレクトロンボルトですね、陽子シンクロトロン RCS というね、これ周長があの300メートルね、上は直線ですが、これはこうぐるぐる回りやすいですね、はい、それが一番大きいのは、ね、メインリングですね、50ギガエレクトロンボルトの陽子シンクロトロン、ね、メインリングで MR、 これ周長が 1567.5 メートルあります。であとはあの浮体実験設備っていろんな実験設備があります。MLF 物質生命科学実験施設、これは強力な中性資源、中性子を利用したタンパク質などの構造が機能解析用のビームラインを備えています。それからミューオン の源ですね、ミューオンスピン、回転を用いた超電導や磁性材料の研究、電池材料や水素貯蔵材料の基礎研究等、それから原子核素粒子実験施設って一応あのハドロン実験施設と言いますね、これはあの高エネルギー陽子から生成されたパイ中間子、K 中間子を用いた原子核素粒子の物理実験をやってますね。それからあのニュートリノの実験施設ね、これはあの岐阜県の神岡にあるスーパー神岡でと連携した素粒子ニュートリノのあのね物理実験ですね、T2K 実験というね、はい、で先ほどの絵をあの、まあ、あの模式的に描いたやつがこれで、ここがねあの リニアックで、ここでビャーッとスピードを上げてってですね、あの陽子ですね、でここでぐるぐる回って、で回ったやつがここからこっちのメインリングに入って、それでこれあのハドロンのところにこう分かれたりね、これぐる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 回って速度を上げて、でハドロンのところに分かれたり、このこっちはねニュートリノの方に行ったりこうします。それであの陽子ですね、あの陽子をバーッと加速して標的の原子核にボンってぶつけるとね、あのパイ中間子と K 中間子、半陽子、ね、中性子とかこういうのはみんな、ね、あの出てきます。でパイ中間子はここであの飛んでる間に、ね、分かれてミューオンとあのニュートリノに分かれますね、はい、これがもうね今の絵をこう線だけで描いたやつですね、はい。で、陽子を加速するということはどういうことかってね、加速器はあの電子
それから陽電子ですね。陽電子っていうのは半電子ですね。はい。でそれから陽子と荷電粒子を加速して大エネルギーを得るものです。ね、陽子を加速するにはまず陽子を作るんですね。で陽子っていうのは原子核にあるんだけど、ね、水素原子っていうのは一番簡単で陽子が一つで電子が一つでできています。でだから例えばタングステン のフィラメントにね電流を流して温めると電子が出てきますね。これ勢いのいい電子が出るとこの電子でね水素原子の電子を弾くと、まあ、残ったのはプラスの水素イオンということでこれは陽子ですね。はい。で J パークでは水素とフィラメントを用いたアーク放電によってマイナス水素イオンを作りますね。これはもやもやっとした水素のところにフィラメントからこうね出てくるやつをこうやるとできるんですね。でこれをリニアックでまあ大体止まってる状態から徐々に加速しますね。で陽子の静止エネルギーは 938.3 メガエレクトロンボルトなのでね、最初にリニアックで、まあ、低速します。でここにあるのがその、ね、マイナスの、ね、水素のイオン圏ですね。こんなか、ね、格好してますね。はい。でまずこれが低中高ですねということで加速してくるのでリニアックで最初に、ね、400メガエレクトロンボルトっていうのはこれ高速の 3% まで上げます。それでまあ上げたやつを炭素の薄膜にぶつけて電子を剥ぎ取ってプラスの水素イオンって陽子にして今度は RCS ね、ここで中速って言ってますけどね、これ高速の 8% ですね。3ギガエレクトロンボルトね、そこまで上げます。それで、最後にはねメインリングで高速ですね、高速で高速ですね高速の 99.98%、ね、ほとんど高速に近いんです。50ギガエレクトロンボルトここまで上げます。で、まあ、使うということでね。で陽子はプラスの電荷を持っているので、ね、加速は基本的にプラスとマイナスが引き合ってプラスとプラスは反発するっていう原理で、まあ、加速空洞という場所でですね、ここで真空にしたところで高周波のね電波の中をね一応バンチって言って10の12乗光ぐらいね固めた集団で飛ばしてその集団を加速してますね。で陽子はプラスの電荷を帯びてるんでねそのままだとお互いに反発してバラバラになっちゃうんでねそれぞれ強力な電磁石を使って収束します。で線形加速器ですね、リニアックでは加速に伴って速度が大幅に変化するんですね。そのためそれぞれのエネルギーに最適な加速方法が必要なんで最初は RFQ っていうのでこれは3メガエレクトロンボルトですね、高周波40極型のリニアックですね。次に DTL、ね、50メガエレクトロンボルトドリフトチューブ、リニアックっていうね、それから SDTL っていうんで191メガエレクトロンボルト機能分離型の DTL ですね、から ACS、ね、400メガエレクトロンボルト 結合空洞型 のリニアックですね、それから SCL 600メガエレクトロンボルト超伝導のリニアックを使います。で各運転周波数は324メガヘルツで ACS とSCL はその3倍ぐらいの971メガヘルツで、ね、動いています。で高周波電力は最大出力が3メガ、これでこの高周波ので加速するんで、ね、3メガワットのクライストロンですね。で19本から供給しています。でクライストロンというのは普通家庭用の電子レンジの、ね、マグネトロンというのと、ね、同じように、ね、マイクロ波を発信したり増幅したりする電子管です。でこれが、ね、リニアックの DTL の、ね、写真ですね。こんな感じですね。でこれはリニアックの ACS ですね。これは21台こうずっとつながってですね、これはぐるぐる回るシンクロトロンだと、ね、何回も同じとこ回るので加速する場合
ここに加速器が少なくて済むわけですね。何回も そこで同じところに加速してどん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 回していけばいいんで。ところがリニアクの場合は1回なのでビャーって通ってる間ずっとこう加速するのに何台もいるわけですね。ということでこれはまあ21台ということで、はい、でこのやつですね、構造がこんな風になってまして、でここのところに銅板みたいなやつがね、何枚もこう重な銅板のドーナツみたいですね、重なってて、でこの真ん中のところからこうここに高周波をかけてですね、プラスマイナスプラスマイナスっていうのをここへかけ、この中を通してザーッとかけて、ね、その中をビューッとスピードで通っていくという感じですね。はい、これがね、J パークで使ってる、ね、ACS 環状結合構造の型の加速空洞ね、で加速空洞っていうところでスピードを上げてですね、あとはぐるぐる回るやつを用紙をですね、絞り込む電磁石とそれから曲げる電磁石ですね、ね、その塊になってますね。でこの一つのセルはまあこんなんですね。はい、で、RCS 3ギガエレクトロンボートのシンクロトロンですね。ジニアックから出力された400メガエレクトロンボートのエネルギーを持ったマイナス水素イオンビームを入射部に置いた、荷電変更用の、炭素薄膜で電子を2つ剥ぎ取って陽子ビームに変換して入射します。その後20ミリ秒間隔で1周350メートルのシンクロトロンを、1万5000回程度周回させます。で陽子ビームが通るのは電磁石に囲まれた通過路ですね。これを一応真空にする、まあ、セラミック、まあ、直径が、まあね、20センチとか40センチとかのセラミックが電磁石の中をずっと通っておりまして、でそれはなんでセラミックなのかっていうと渦電流の効果を避けるためなんですね。で陽子ビームは、まあ、ぐるぐる回る、ね、周回ごとに高周波加速空洞で加速されて最終的に3ギガエレクトロンボートまで加速された後、下流にあるビーム輸送系を通じて MLF 物質生命科学実験施設およびですね、もう一つの大きい、ね、50ギガエレクトロンボートのシンクロトロンに導きられます、ね。でこのあと一番大きいやつがこの、ね、MR というね、最大50ギガエレクトロンボートのシンクロトロンですね。3ギガエレクトロンボートシンクロトロンで加速されたビームは50ギガエレクトロンボートシンクロトロンに入手された後、1周約1500メートルを約2秒かけて32万回ほど周回して3ギガエレクトロンボートから50ギガエレクトロンボートへと加速されます、ね、光の速さのね 99.、ね、98とかね、そのぐらいですね、速くなります。なお陽子を曲げるためには強力な磁場が必要なんで、シンクロトロンは強力な電磁場が連なっているが何回も同じところを通るんで加速するための加速空洞は、まあ、少なくていいってことですね。ね、これが、まあ、RCS の方ですね、小さい方のやつですね。でこれがね、これ電磁石で、ね、ここでこう曲げるわけですね。それでこれでこの電磁石でまあ、そのビームを絞るということですね。でこの曲げるんですが速度がね、だんだん速くなってくるとそれだけに力が必要なんでね、その電圧をね、とか電流を変えないといけないですね、はい、だから電磁石じゃないとダメだっていうことですね。でこれは RCS の方の11台の、ね、金属磁性体の空洞ですね。ここで加速します。RC ですね。はい、で、まあこれはリングをここに書いてあるのが、これは J パークのではないんですが、ケックの12ギガエレクトロンボルトのニュートリノ
出してるビームラインのやつなんで、ほとんど同じ構造です。なんでこういうふうに線形加速器があって、それであの加速するブースター、これはあの RS って書いてあるんですね。高周波電波で加速するんですが、ここでぐる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 と回して、これでこうメインリングに入れて、それであのぐるぐるぐるっとこう回すね。でこれ ぐるっと回ってきて、ここで加速されて、また回って、また加速されて、ってでだんだん加速されて速くなるんですね。はい、したやつをあのね、それぞれのこういう実験ホールにね、あの導いて、こういうとこでまあ使うわけですね。それからこれは K2K っていうか、これのニュートリノの作るとこにこれは行くわけですね。はい、あのメインリングですね。これもあのね、あの絞る磁石とあの曲げる磁石とね、ずっと連なっておりますね。はい、でこれがあのメインリングの5台の金属磁性体空洞って、まあ加速するところですね。こんな、はい、ね、はい。で次があのニュートリの実験施設ですね。あの MR50 ギガエレクトロンボートの、 あのシンクロトロンから、まあ、蹴り出された陽子ビームは、多数の超電導、上電導電磁石、ビームモニターを軌道上に配置した1次ビームラインっていうのを通ってですね、西向きに曲げられます。であの陽子ビームはターゲットステーションの中のグラファイトの標的にぶつかって、数多くの二次粒子を作ります。このうちあの正の電荷を持ったプラスの電荷ですね、パイ中間子を電磁本でね、これはあの電荷を持つパイ中間子を前方に収束されるあの電磁石なんですが、ここで収束させ、長さ100メートルのディケイボリュームというトンネルを飛行中にミューオンとミューニュートリノに、まあ、崩壊するわけですね。でミューニュートリノ以外の粒子を大型グラファイトブロック製のビームダンプで、吸収させるんですね。でまあこの方式はですね、地球の大気に宇宙船である陽子が衝突してできる大気ニュートリノと、まあ、同じやり方なんですね。でまた下流に280メートル離れたニュートリノの全地検出付きで、生成時のニュートリノの状況を調べ、でスーパーカミオカンデのデータと比較するわけですね。でなお電磁本の電極を、ね、逆に付け替えることによって、負の電荷のパイ中間子を集めて反物質である反ミューニュートリノを作ることができます。でまた電荷を帯びたパイ中間子の時で、ないと、あの電荷を帯びたですね、あのパイ中間子のこの電荷を帯びて、時でないと向きを変えることができないですね。これニュートリノになっちゃうとね、あのもうあの磁力が効かないので向きが変えられないですね。はい、でこれがちょっと小さいんですよね。ここがこれあのメインリングですね。はい、でこの 1G ビームラインっていうのがこう来てですね、ここにターゲットがあって、これはあの この建物がターゲットステーションなんですね。でここにターゲットがあって、ここにボーンとぶつかって保温で絞って、でここがディケイボリュームという通路ですね。はい、ここを飛んでる間にパイ中間子があのね、あのミューニュートリノとあのミューオンにとかね、そういうのに変わってですね、でここにビームダンプというね、あのグラファイトのブロックがあって、ここにぶつけてあのニュートリノだけがね、あのこうバーッといくようにねします。そしてこの先にね、でこれがあのメインリングからね、あのこのニュートリノの実験施設にまでね、持っていく一次ビームライン、こんなになってますね。やっぱりあの磁石がずっと連なってますね。はい、でこれがあの標的ですね。はい、このまっすぐのやつがね、この棒が標的ですね。はい、でこれがあの第一電磁本ですね。はい、それからこれがあの飛んでいく間にね、あのパイ中間子があの崩壊するディケイボリュームっていうね、こういう、まあ、筒ですね。はい、この中をと飛んでいく間に分かります。はい、あのじゃ あ, あの T2K 実験ですね。ということでこれはあのこの T は
ね、東海村の、ね、東海の T です、はい、で2っていうのは、ね、あのこの、からどこへという 2ですね、はい、それをあの、ま、日っていう字で表しています、はい、で K というのはあの上岡ですね、うん、上岡のやつを K に表して、ね、でこの間 の, ちあの長期線、ね、長い期線のニュートリノの振動実験いうのがこの名前です、ね、で T2K ニュートリノ振動実験は J パークのメインリングシンクロトロンとニュートリノ実験施設によって大強度のニュートリノビームを作って1秒間に約1000兆個のニュートリノを295キロ離れた岐阜県の飛騨市の上岡町の地下1000メートルに位置する東京大学宇宙線研究所の5万トンの水チェレンコフ検出機のであるスーパーカミオカンデに向けて打ち込んでニュートリノの謎を解明する実験ですということですね。でこれがねちょっとあのここが J パークとしますね、はい、そうするとあのここは地球がこう丸くなってますね、はい、であのビューッとニュートリノが飛んでってこのスーパーカミオカンデですね、はい、ここで検出されます。でスーパー紙を噛んでって、まあね、こんな感じの、ね、あの5万トンの、ね、水槽ですね、はい、で脇には検出機の高電子増倍管が、ね、あの1万1000とかこうくっついてます。であのこれあの T2K 実験半電子型ニュートリノ出現現象に関する最初の結果を発表っていうのが発表されてたんですが、これはあのですね、はい、あの一応2013年の7月にですね、この研究グループがあのミュー型のニュートリノが電子型ニュートリノに変化する電子型ニュートリノ出現現象が存在する確かな、ね、証拠を捉えたんですね。でその後、2014年5月から2015年の6月までミュー型ニュートリノの反粒子である、ね、反ミューニュートリノを使ったビームを J パークから打ち出して反あのニュートリノ振動現象の測定を行っていたということで、あのちょうどあの半電子型ニュートリノの出現をですねあの測定したということ の, あの分ですね。ここにあのニュートリノがですね、このまああのミューニュートリノがね295キロずっと飛んでってね、あのこれはあの電子ニュートリノに変わる現象ですね。あのニュートリノ振動ね、はい、それと別に今度は反ニュートリノです ね、この反ニュートリノはやっぱりあの295キロ飛ばした時に反電子ニュートリノに変わるのは同じ確率かどうかというのをこれはあの調べるわけですね。するとあのこれは何かっていうとね、あの我々のそのあの普通の物質と反物質ですね、これはあの反物質が あのなくてね、あの我々が存在するということはその反物質があの消えてしまったことについて調べるね、これ CP あのチャージとパリティの対称性を調べるためにあのミュー型ニュートリノが電子型ニュートリノと変動する確率と反ミュー型ニュートリノが反電子型ニュートリノ振動へ振動する確率を比べます。この確率に違いがあれば、ね、あの CP 対称性が破れているということですね。でビッグバンからあの創生された宇宙の最初期の段階でのニュートリノの CP 対称性の破れが現在の物質が宇宙がですね物質でのみ満たされていて反物質が存在しないことの原因になったということの、あの可能性が、まあ、指摘されておりますっていうことね、はい。